STG-44、STG-44 ST、シュテルムゲベアフィーアウントフィアツィヒは、第二次世界大戦中、ナチスドイツにより量産された、軽量自動小銃である。現代的なアサルトライフルの原型とみなされている。製造時期により、MP-43、MP-44 の名称が存在する。STG-44 は、騎兵銃、短期間銃。 自動小銃を統合した性格を持つ銃として開発された。弾薬は従来のカー98キロ小銃などで用いられた 7.92X57mm モーゼル弾よりも短い 7.92X33mm ル術弾を使用した。これは装薬量を減らし射程を短めに設定したもので兵士一人あたりの蛍光弾数を増やすと同時に フルサイズの小銃弾より反動を抑えることができた。このため、短期間銃のような全自動射撃と小銃のような狙撃を両立できた。製造時期により、MP43、MP44、STG44 と異なる名称を持つが、細部の回収を加えただけでいずれも、本質的には同一の小銃である。 主に政治的要因により試作型の MKB42 から手術の名前の変遷を経たが、最終的には STG44 として量産された。STG44 は、スターンゲウェア44の略称である。このスターンゲウェアシュトゥルムゲウェア、シュトゥル,ルムイコール、強襲、突撃、ゴベアイコール、銃という言葉は、英語圏において、アソルトライファルアサルトライフル、突撃、 銃と訳され、後に STG44 と同種の武器を表す言葉として広く用いられるものとなった。現代の軍隊で使用されているアサルトライフルの特徴を備えており、作動方式はガスオペレーション式で、セミオート単発とフルオート連発を切り替えられる。後半プレス加工を利用して生産性向上とコストダウンが図られており、ハンドグリップ、 把握は、初期のものは木材が使用されていたが、後期のものはプラスチック製となった。トリガー、引き金は大きめで引きやすく、それを守るトリガーガード、用心鉄は内径が大きく作られており、防寒ミトン着用時にもトリガーを引きやすい形状となっていた。先端には、発射時に重心内で発生した発射ガスが、その後に銃のボルト、 有底を作動させるために導くガスシリンダーチューブ、作動ガス動管へ流入するため、それを調整するガスシリンダープラグ、作動ガス規制紙が取り付けられており、フロントサイト、照星とリアサイト、照門は位置が高く設定され、フロントサイトには陽光の反射や影が照準の邪魔にならないように、取り外し式のサイトフードが装着されている。重心先端には、 m p 4に類似したアタッチメント追加用のネジが切られていたが、一方で、銃剣ラグは設けられていなかった。バッドストック、重傷は、従来のライフル銃では射撃の反動で肩を痛めないように曲重傷が使用されていたのに対し、この銃では、従来のライフル弾より反動が低い弾薬が使用されたため、反動外手に対して水平に伝わる直銃傷を採用し、 重口の跳ね上がりを抑えるとともに連射時の射撃精度が高めることができた。バットストック後部の保護板、装備底板は上端と下端だけを覆う簡易的なものが使われている。バットストックの上面後部には手入れ用具の収納スペースが設けられている。本銃のメインスプリング、複座バネは設計上、レシーバーからバットストックにかけて配置されているため、もし、 バッドストックが接損すると射撃不能となる恐れがあった。フォアグリップはハンドガードを兼ねているが、プレス加工された鋼材が使用されていたため、熱伝導率が高く、連射を続けていると加熱して持てなくなる欠点があったため、実戦ではもっぱら、マガジンハウジングを握ってホールドしていた。マガジン、断層は、玉落ち取り配列式で30発の装填が可能だが、 作動不良防止のため、戦場では弾を1から2発少なくして装填した。第二次世界大戦を通じて、ドイツ軍を悩ませていたのは、不評兵力の過小と火力の不足であった。ドイツ軍の不評戦術において、不評の火力の要は、機関銃であり、小銃兵の任務は、機関銃兵を援護することとされていた。これに用いられた MG34 は、優れた。 汎用機関銃であったが、重量は約 12kg もあり、不評が傾向するには、軽機関銃とは言えなかった。第二次大戦の激しい機動戦は、結果として、後半な戦闘正面に過小な不評戦力を配置した戦線を広げた。不評の密度は、戦闘共犯の想定よりも低く、攻勢においても防御においても発射される弾量は少した。また、 紫外線でのドイツ軍不評分隊の火力は明らかに不足しており、機関銃の援護はしばしば不十分であった。このため、前衛部隊である突撃兵分隊では移動中でも素早く射撃できる短機関銃を頻繁に使用した。しかし、短機関銃の使用する拳銃弾は小銃弾に比べて射程が短く、威力の不足が問題であった。そのため、突撃兵は 市外から離れて、近郊地区に出ると、短期間銃の使用を取りやめて、再びライフルを手にしていた。一方で、ソ連赤軍は、大戦前から自動小銃の研究に熱心であり、すでに配備も行われていた。トカレフ SVT-38 及びトカレフ SVT-40 などの、半自動小銃が、相当数装備されており、 これらの調達数はドイツ軍の主力小銃であるカー98キロをしのいでいた。ソ連軍が自動小銃を配備していることを知った前線の不評部隊からは同様の自動小銃の配備を要求する声が上がり、ドイツ軍も遅れながらも941、ゴベア41などの半自動小銃の開発を急いでいた。新型の自動火器の研究は続けられたが7.92 X57mm モーゼル弾の反動は強力で、これを使用した FG42 などの自動小銃では、銃の重量は常に課題となり、連発時の命中精度は低下した。この問題を解決するためには、より反動の低い新たな弾丸を使用することが必要だった。第二次世界大戦勃発前からドイツ陸軍兵器局では、 自軍の小銃の問題点を認めていた。当時の主力小銃はカー98キロ小銃だったが、陸軍兵器局ではこの小銃が従来想定されたような状況では使用され、7.92X57mm モーゼル弾の威力も無駄になっていると捉えていた。また、カー98キロはボルトアクション式の小銃であり、自動小銃には速射性能で劣っていた。 その後、MP38 及び MP40 短期関銃によって、速射性能の不足は補われたものの、この短期関銃は、拳銃用の 9mm ルバーダンを使用していたため、威力と射程に問題があった。1938年、陸軍兵器局は、新型短小弾の設計に着手する。1941年、新型自動小銃に先立ち、 弾薬メーカーの社にて開発された 7.92X33mm 弾が 7.9mm 単勝不評弾7.9インフォンテリーカーズパトローネなる正式名称で採用された。この弾薬は既存の 7.92X57mm モーゼル弾と同口径とすることで弾頭が同型となり生産設備が流用できるという利点があった。 新型弾の開発に合わせが 7.92X33mm 弾を用いる新型自動小銃の設計について陸軍兵器局と契約を交わした。設計責任者は MP40 などの開発者として知られるヒューゴ・シュマイザー技師だった。一方、ワルサー社も1940年に自社製自動小銃を原型とした設計案を提出し、 1941年1月に正式な契約を交わした。この時点で、いずれの新型自動小銃もマシナンカラビナ MKB と過称されていた。1942年、両者ともが最終的な試作モデルを提出した。双方の設計は大部分が告示しており、ガス圧作動式であった。そして、セミオート、単車フルオート、連射発射モードを備えていた。 ヘーネル社設計のオリジナル版 MKB42 はオープンボルト式、ストライカー式であった。レシーバーとピストルグリップ式のトリガーハウジングは鋼鉄打ち抜き加工により製作され、バレルアッセンブリのヒンジに取り付けられた。さらに、機関部に開閉構造を採用し、分解、清掃が短時間でできるようにされた。このヘーネル社の MKB42 は、 ワルサー社の MKB42 よりも優れていることが分かり、軍はいくつかのマイナーチェンジを加えた次のバージョンをヘーネル社に求めた。一つは着剣装置の取り付け、もう一つはライフリング、戦場のピッチ変更である。これらを変更した量産先行品は1942年11月に実地に送られた。受け取った兵士はこの新たな銃を愛用し、予約も出た。 さらに変更点を加えた別のセットは、はい、鞘口に防塵用のヒンジ式カバーを追加し、行動中の機関部保護を容易にした。また、スコープ装着用のレールも取り付けられた。これらの変更点を加えた MKB42 は、1942年後期から1943年初期にかけて11,833兆が実践試験用に量産された。 しかし、相当アドルフ・ヒトラーは、MKB の開発を中止させ、代わりに、従来の小銃弾を用いる、半自動小銃を設計するようにと命じた。これは、ヒトラー自身が第一次世界大戦での経験から7.92、X57mm モーゼル弾を強く、信頼していたためとも言われている。新計画の下で設計された、半自動小銃は、欠陥が多く、 その後改良を加えて設計された G43 半自動小銃も十分な性能を有してはいなかった。ヒトラーによる命令の後もアルベルト・シュペア軍事省は密かに MKB の開発を継続させた。武器開発計画を保護するため従来のモーゼル弾を使った新計画 MKB43 がグストルフ財団により始められた。 これを量産する意図はなかったが、ヒトラーが銃の開発状況について尋ねた時には、常にこの銃のプロトタイプを見せるようにしていた。オープンボルト作動式の MKB42 から、クローズドボルト作動式の MP43 に至る過程で、名称はまず MP43-1 となった。MP43 と MP43-1 の相違点は、ごくわずかだが、 明白な違いとして確認できる。MP43-1 の作動方式は、クローズドボルトで MP43 と同じ。重工部分はねじ込み式の敵弾とクレネードランチャーを取り付けるためのねじ切りが余分にしてあり、キロバイト42と同一、バレルナットも MKB42 と同一のものであった。バレルは、MP43 が重工に向かって一段細く、 切削加工されているのに対して MP43-1 のバレルは同一系の筒状であった。フロントサイト基部の形状も大きく違っている。また、リアサイト基部には ZF41 照準機を取り付けるレールがプレスされている。シリアルナンバー上では A 系と B 系があり、A 系のリアサイトには照準機取り付け用レールに照準機を固定するための切り欠きがあった。 後の MP43 以降は、カー98キロ用敵弾頭、グレネードランチャーを流用するためにフロントサイト基部の形状が改められている。MKB42 は、MP43-1 という過渡期の形状を経て、名称をモスチャイニーンピストール43、MP43 と呼び替えられ、既存の SMG の改良版であると偽装された。 1943年夏、およそ1万5000長が国内予備軍の訓練部隊にて配備された。これは MP43 の最初の公的な配備であった。やがて計画の真相が浮上し、ヒトラーは再び計画の中止を命令した。しかし、配備先の国内予備軍で高く評価されたこともあり、やむを得ず計画の継続と前線における実地試験を認めた。 最初の本格的な実戦運用は東部戦線北部に展開していたが1943年10月に行った防衛作戦においてであった。この戦いにおいて MP43 は非常に信頼性が高く実用的な銃であることが実証され兵士らは従来の短期間銃よりも MP43 を好んで使ったという。間もなくしてヒトラーも量産を認めた。 1944年春、MP43 は、MP44 や、ゴベア44という名称を経て、スターン・ゲワヤ44、44年式突撃銃、すなわち、STG44 と解消された。スターン・ゲワヤ、突撃銃という用語は、新しい種別の小銃で、アコトを強調する、宣伝的な名称として、ヒトラー自身が考案したとも言われている。 STG-44 はほとんどが陸軍部隊に配備されたが武装新兵隊でも使用された。戦利品としての人気も高く、バス投入の戦いの際には露飼した STG-44 を愛用したアメリカ兵がいたと伝えられていい。終戦までにおよそ42万5000兆が生産された。同時期に主力消火機として扱われていた カー98キロ、およそ1000万丁や MP38、MP40、およそ100万丁に比べれば非常に少なかった。STG44 は、特に東部戦線正面、この銃が最初に使用された場所でもあるにおいて、非常に実用的な銃であることを実証した。s t g 十四を装備した突撃兵は、m p 四十の射程では不足な距離でも、また、 カー98キロでは近すぎる、紫外線でも柔軟に対応することができた。さらには、軽機関銃の代わりに限定的な制圧射撃で援護を行うことすら可能であった。MP43、M44 の革新性は、終戦後も色あせることなく、後続の突撃銃、アサルトライフル開発へ多大な影響を与えた。いわば、端回機の小銃といえる。 STG44 の 42cm にわたる重心からの初速は秒速 647m になる。比較のために例を挙げると、カー98キロが秒速 732m、ブレン軽機関銃が秒速 744m、M1 カービンが秒速 585m、MP40 が秒速 365m となっている。クラマー・ラウフ。 クルマーラウフ、またはクラムローフ、クルムラウフと呼ばれる装置も設計された。名称は、屈曲重心を意味する。先端につけるアタッチメントを意味するフォーザッツ、フォアザッツ、またはボーサツローフ、フォアザッツラウフという呼称も存在し、日本では誤った読み、ボーザッツで知られている。重心を緩やかに折り曲げ、潜望鏡や鏡で照準を行い。 安全な物陰から射撃を行うための付属機器である。これにはいくつかのバリエーションがある。不評用 I バージョンと、戦車併用 P バージョンで、後者は特に戦車の四角となる位置を、車内から射撃するのに有用であると考えられた。曲げ角度には30度、45度、60度、90度があり、STG44 用と MG42 用がある。 30度の STG44 i バージョンは少数が量産された。しかし曲げた重心が多くの弾の発射に耐えられず150発程度で実用限度に達したらしい弾丸が屈曲重心を通る際に変形するために弾道も安定せず実用性は低かった。モーゼルはローラ遅延式ブローバック方式を採用した STG45 のプロトタイプを開発していた。 これらは後に、セトメライフル H&KG3 及び MP5 に引き継がれた。終戦の直前に、さらに安価に量産するための土壇場の努力がなされた。これは、国民突撃銃、ウォックススターンゲウェア、VG と呼ばれ、そのプロトタイプのうち、いくつかはガスブローバック方式を採用していた。独戦において、数多くの教訓を得たソ連は、他国に先んじて、 スターンゲウェアアサルトライフルの概念を自軍に取り入れた。ミハイル・カラシニコフが開発した AK-47 は s t g 4 4同様に単焦弾と分類された 7.62EX39mm 弾を使用し設計思想を引き継いだ。ただし内部の機械的構造は M1 カービンを参考にしたとされる。この銃は英語での訳語アサルトライフルを顕著にし、 より広めることとなった。そのまま、西側諸国の多くは既存の武器を使用し続けた。7.62X51mm ナトウ弾の採用は、西側のアサルトライフルの出現をさらに遅らせることとなった。その後、ナトウ弾は 7.62X51mm から 5.56X45mm ナトウ弾に変更された。これは、 蛍光弾薬の増加を狙ったものである。変更された弾薬は、より小さくより、高所速になり、武器自体も軽くなった。この点では、M2 カービン、M1 カービンのフルオートが可能なタイプを呼び、30カービン弾開発の経緯にも似ている。ソ連もその利点に着目し、ナト o 弾に似た 5.245X39mm 弾を使用する AK-74 を開発した。 ドイツ民主共和国、東ドイツの国家人民軍では、1960年代に入って国産のんピ K、ライセンス生産された AK-47 が行き渡るまでは、うんび -44 の名称で、s t g 4 4を使用し続けていた。同様に、ドイツ人民警察も PPSH-41 に置き換えられるまで、同じ名称で使用した。 1947年頃には何らかの形で南米諸国に持ち込まれた。当時、新型自動火機の採用を模索していたアルゼンチンでは持ち込まれた STG44 に対するリバースエンジニアリングを試み、国軍科学技術研究所とドミンゴ・マテウ兵器賞が共同でクローンモデルの設計を行った。このモデルには CAM-1 という名称が与えられた。また、 7.92X33mm 弾もサンロレンツ陸軍弾薬賞にて国産化された。ただし、CAM1 自体の開発及び研究は1953年から1954年頃に中止されたと言われている。それ以外にも、いくつかの国では1980年代まで使用されていたという。また、シリア内戦最中の2012年には、 自由シリア軍によって良好な状態で保管されていた5 0 0兆の STG44 が発見された。ドイツのスポーツシステムリトリック社 SSD では MKB42 と MP43、STG44 のレプリカをそれぞれ BD42、BD43、1、BD44 の名称で販売している。また、 同社は2009年ので MP40 風の折りたたみストックを装備した MP44 やピカティニーレールを装備した現代風 MP44 を公開した。2012年ドイツのジャーマンスポーツガンズ社ジャーマンスポーツガンズ GSG は STG44 のレプリカを GSGSTG44 の製品名で発売した。 GSG STG44 は小口径の22ロングライフル弾を使用する半自動小銃である。2015年、アメリカの銃器メーカーであるヒルマックガンワークス社ヒルマックガンワークス HMG は HMG スタンゲワヤの製品名で STG44 の近代化モデルを発表した。HMG スタンゲワヤは セミオート射撃専用の半自動小銃で AR-15 用断層をそのまま使用する 5.56X45mm 弾モデルが標準となるが、オリジナルの STG44 と同じ 7.92X33mm 弾のほか、その退屈かの後継のモデルが設計される予定だという第二次世界大戦を題材とした作品では、ドイツ国防軍や 武装神衛隊の装備として登場することが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。